ングトレイブルズですね、シャポポの曲にあのフィンガーファイブの個人事業を載っけてみました。フィンガーファイブは皆さんご存知ですか？はい、ありがとうございます。アキラ君と同い年くらいなんですよ、おそらく私が。で、タイコちゃん、タイコちゃんと同い年、タイコちゃんと同い年出産のところもいるんですけど、で今日はですね、先ほどの一部の方はあの女子大生のアスカちゃんだったんですけども、二部はね、なんとギリギリ小5ですね、最後ですかね。あ、昭和61年生まれだそうです。まあ、一応昭和な3人トリオとかでここでは揃いましたけど、ギリギリですね。ありがとうございます。欲しいです。急遽ね、お願いしまして、本当にホッシーもですね、ほとんどこの曲たちを知らないってことなんですけども、やっぱり短い期間なんでね、頑張って覚えてくださったのでありがとうございます。今日はね、楽しんでいこうと思います。はい、それではですね、これもですね、青江美奈、先ほどね、一部の時に青江美奈さんの曲やったんですけども、青江美奈さんの曲といえば、やめません、そうなんですか、いろいろブルースがあるんですね、札幌ブルースで、伊勢崎町ブルースですね。で、その伊勢崎町ブルースの前奏で途中で水戸黄門のリズムが入って、それから乾燥にコーヒールンバが入った三河健一の柳ヶ瀬ブルースです。ハイブリッド柳ヶ瀬ブルースですね。はい、thank you.
使っている方もいらっしゃるんです。今日はね、皆さん一緒に生を歌ってくださるのですごく嬉しいです。次の曲はですね、おそらく会場の皆様 の、 青春時代のアイドルスターになりますかね、石原裕次郎さん。皆さん、そうですかね。太陽に吠える、私たちが太陽に吠えるの、何でしたっけ、なんかボスですよね。石原裕次郎さんがね、はい、ありがとうございます。これをですね、これ嵐を呼ぼうと思ったらドラムを叩きながらね、裕次郎さんが歌う曲なんですけども、ちょっとね、ホッシーの声も聞いてみたいですよね。というところで、なんでちょっとなんとなく喋ってみ
きます。あ、こんにちは。紹介になってまいりました。モッシーです。私は61年の昭和の生まれ、なんか昭和の終わりなんで、まああんまり実は知らないんですけど、でもちょっとこうやってちょっと上の世代の方とこう違う世代の方とこうやってこういろんな音楽こう音楽を通じてこうつながれるっていうことにすごい楽しいと思ってますし、今日こういう機会を与えてくださって感謝しております。よろしくお願いいたします。Thank you.
編集の流し込み最後の曲になりました。この曲はですね、皆さんもきっと歌えるんじゃないかなっていうぐらい有名な曲なんですけども、実は欲しいよね、その歌を知らなかったんですよ。普通知ってますよね。普通知ってますよね。当然これは知ってるのね。いやーって若いですね。歌える方どうぞご一緒に歌ってください。情熱スペイン異邦、情熱スペイン異邦人ですね。はい、それではお願いします。
Thank you.
ったんですかね。セリフがすごい方がいらっしゃいましたけど、役者さんはどこにいらっしゃったんですかね。本当すごい、本当にあったかい演奏を、はい、平成の流しピコリさんです。あったかい拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。何か皆さんご質問がございますか。ピコリさんにお名前がちょっとあんまりはっきりわからなかったかなと思うんですけど、私がボーカルミコです。はい、それからピアノ担当ですね、アレンジもしております。ピアノのピョンです。はい、それからパーカッション、ホッシーです。それから一部の方でやってくれました。はい、ありがとうございました。すごいアレンジがもう新鮮でびっくりになりました。皆様、イスタスマイルコンサートのスマイルいっぱい地域へ持って